そうそうそう、無事着きましたよ、宇野駅。どこにあった、そこにあった、光って全然見えてない、宇野駅。いや、やっと着きましたね。こんな感じでですね、JR 西日本の英語表記はちゃんと宇野ターミナルって言ってますもんね。いや、ターミナルに来た感がやっと出ましたよ。いや、長かったな。もう19時41分、もう8時前や。ここまで来て、やっとこさ、やっとこさ、今回一発目のターミナルですよ。ちょっとなんか普段見るのとなんか違うな。ターミナル、はい、奥に車止め標識あって、日本車道のやつやけど、ちょっと古いのかな、これ1994年だもんな。反対側も同じですね。ダンパーですね。相当パワーとってありますけどね。で、今来た列車は回送になるんですね。なるほどね。で、駅前は綺麗になってるんですね。コインロッカーなんかもあるし。まあ、ここから、いいのかな、もう車出たら大丈夫かな。こんな感じでめっちゃ綺麗になってますね。で、あ、ピントリの券売機もあるんや。プラスのところになってますね。で、まあ友人のところもう今 JR 西日本どんどん塞いでますもんね。こういう感じになってるんですね。ここもね、有効活用してね、なんかグッズ販売とかね、物販とかにしてね、稼げるようにしてもいいんじゃないかななんて感じもしますけど。そうだ、チャージだけ一回やっとかんとね、あの1万円札一回崩しとかんとね、いきませんからね。ちょっと、表も今回今のところ使ってませんしね。一個かチャージ、まだカードをカードリーダーの上に置いてください。そうだ、 JR 西日本はここだ。現金チャージで、で、1万円札を崩していきましょう。ご希望のボタンをお選びください。ご希望のボタンをお選びください。さあ、チャージもできましたしね。隠れてたら変な感じになるな。あとで撮っとこう。そう、実はあれなんですよね。ここ来るまでに何だったっけ、姫路で、次の列車いつ何分や、あ、そこに書いてあるわ、そっちか、あれが回送で、次が今8時前で20時31分、あ、まあまあ時間あるな、45分あるか、まだワンちゃんちょっと歩くっていう手もありだな。ちょっとその線も入れとこうかな。一駅ぐらいやったら行けそうですね。毎日の回数も21、29分がとりあえず岡山には出れますもんね。で、この前の福知山と違って、岡山、この界隈はね、この山陽界隈は、なんとでもなるんですよね。岡山で、打ち止めになった動画で、まあ、岡山やったら何でもあるよね。いざとなったらビジネスでいくらでもありますし、ね、カフェもね、いくらでもあるし。で、倉敷に行ったところで、福山とかまで行っても、全然なんとでもなるんで、この前の福知山から、どこだったっけ、あっちの方ね、行っとった時とはだいぶ勝手が違いますからね。で、もうすぐ前がフェリー乗り場なんやね。ちょっと暗いからもうね、船の発着はないでしょうけど、ちょっと一応フェリー乗り場の方まで行ってみましょうか。で、ここが、ブルーの、レストラン。めっちゃ綺麗になって、感じですね。宇野ホテル。ホテルもあるんですよね。だからね、ちょっとね、なんていうんだろうね、観光向けホテルみたいな感じのところが多いみたいで、まあ、お値段も、まあ、1万から、1本から2本ぐらい飛んでく、ような感じの設定になってるみたいです。お湯もあるみたいだけどな。ちょっとゆっくり使ってると、ここでもう完全にゲームセットになっちゃうんで、
ちょっとフェリー乗り場まで歩いてみようかな。もうね、暑くもなくなってきましたしね、その代わり暗いんで、撮影には全くもって不向きですけどね。そう、もともとはね、ここから宇野から高松か、ですから瀬戸大橋がそれこそできるまでは、ここが今四国への玄関口として、もうバリッバリの、もうまさにターミナルになってたわけですよね。フェリーターミナルとしての、まあ今もターミナルなんですけど、ところがその高松に行くのはね、もともと瀬戸大橋できてからね、だいぶ衰退をしておって、ついに今年の春でしたっけね、ぐらいに宇高航路と呼ばれた、宇野とね高松を結んどったんで、宇高航路と呼ばれとったものは、ついに、終焉をしましたよということなんですけど、ただ今もねフェリー乗り場としては全然機能はしています。こんな感じで結構綺麗ですね。ちょっとカメラだとね暗くて分かりにくいかもしれないけど、結構ライトアップとかもされとって綺麗ですね。で今でもね、小豆島ね、オリーブオイルで有名なね、小豆島とか直島の方、で直島にいいんだよね、これ、に行く便は、今でも走ってますよってことなんですけど、もうこの時間はないと思います。今からね、フェリー乗り場の、小豆島行ってもね、もうどうしようもないですから、宿も確保してないですからね、ちょっと登って、ちらっとだけ見ておきましょうか。駅から散歩も考えたんですけど、そんなにね離れてないんでできんことはなさそうだったんですけど、多分何も映らないなってことなんで、どうせだったらフェリーとか、あ、フェリーはいるわね。言うと結構大きい船が走ってるんですね。いいですね。実はこの次が広島の安芸亀山ですよね。安芸亀山か宮島っていう手なんですけど、まあ裏技として考えられるのは、いっそのこと松山に出ちゃうっていう手もあるんですけどね。ただ松山まで行けないのか、高松だとダメなんだよね。松山まで出てしまうと、この前ね、呉江田島行った旅企画の動画が2年前ぐらいにね、だいぶ昔ですけど上げたのがありますけど、あそこでね使っとった呉から広島までをね船でね快適に移動しますよっていう、やってましたけど、あそこのあれですね。あ、でももうこっちも閉まっちゃってるね。こんな感じでもう閉まっちゃってますね。で下降りたらフェリー乗り場はあるのかな、こっちか小型船なんだ。なるほどね。もうこの時間は完全に営業もじゃんじゃんですね。なるほどね。でももう最終便もないでしょうね。あるのかな。もうないでしょう。あ、ここは商工所を兼ねてるんですね。あ、中も綺麗になってる。こんな感じになってんだ。もう多分閉まる時間だと思うけど。往年のね、向こう向こうの先生からこんな感じ、すごい。あ、向こう向こうの場合とかね、とかを飾れてるんだ。 JCG や、これは解説かな。フェリーとかは特にここがチケット売り場になっとるわけではないんですね。
切符売り場は向こうってなってますね。まあ、直島ちょっとさすがに今から行くともう帰ってこれないし、行ったところに何をするんだって話なんでね、あれですけど、向こうが切符売り場なんですね。で買って行けることもできますよってことです。まだこれが最終便ぐらいなのかな、ちょっと分かりませんけど、ということみたいですね。今から行っちゃうとね、乗る人とね、勘違いさせちゃってね、ご迷惑かけるといけないんで、ここぐらいまでにしときましょうか。